さんこんにちは、かっちゃんです。真っ赤なお花のトナカイさんやはい、ということで今日はあくび岐阜県さん、パリパリチーズパンを作っていただきたいです。薄いパンでチーズがカリカリになっているやつなんですけど、あれを大量に食べるのが夢なんです、というリクエストいただきましたので、パン屋さんにもよく売ってると思うんですけど、薄めの生地にパリパリのチーズがついたカリカリチーズパンみたいなやつってよく売ってると思うんですけど、ちょっとね、生地がめちゃくちゃ薄いやつか平焼き系のやつかどっちくるかわかんないんであれなんですけど、今日はどっちかというとちょっと生地に厚みのあるような平焼きタイプでカリカリのチーズがたっぷりついたカリカリチーズパンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。強力粉 150g をボウルに加え、片方にくぼみを作り、くぼみの反対に塩 2g、 くぼみに砂糖 10g、 ドライイースト 2g、 一振り程度に温めた牛乳 105g をドライイーストめかけて加え、菜箸などを使い混ぜ合わせていきます。ある程度混ぜ合わせたら、ボウルの中でこねながら材料をまとめ、バター 10g を加え、バターを練り込みながらこねていきます。はい、では今10分ほど生地をこねて、伸ばした時に膜が張る程度まで生地をこねたので、丸めて閉じ目を下にしてボウルに入れ、ラップをかけ温かい場所で1時間一時発酵していきます。チュン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 、マミにはないです。チュレレレレチュン、あ、ぬしさん来ました。お、ストロベリーロールケーキ、クリスマスケーキとして、お、いいね、クリスマスケーキやね、あれ。あんた欲しそうやないの、どういうこと。上のスライス、ほんとや、なんか、ぐちゃぐちゃやけど、ぐちゃぐちゃ。ほら、早くケーキ食べたいな、ケーキ食べてんな、早く。少しずつ食べます。いいね、美味しい。いちごのこの色は何でつけてあるんだろう。すごい鮮やかな色です。フォーク食べるで。メリークリスマスやな、あれ。気に入ったみたいでね。あれも気に入っていっぱい食べてくれてよかったです。ほら、おー、食べる食べる。あんたなんか寂しそうにしとるね。3ヶ月からのボールちゃん。マミメリークリスマス。え、おいしいね。メリークリスマメ。はい、では今1時発酵を終えて生地が2倍程度に膨らんだので、ガス抜きをし、生地を5等分し、丸め10分休ませ、室温に戻して柔らかくしたクリームチーズ 100g に、からし明太子小さじ2、刻んだ大葉を加え混ぜ合わせていきます。はい、じゃあ今日中のペーストはしそ明太クリームチーズにして作っていこうかなと思います。天板の上にクッキングシートを敷き、ミックスチーズを円形に敷いていきます。天板にチーズを敷き、生地を10分休ませたら、休ませた生地を円形に伸ばし、では中心にクリームチーズペーストを乗せて包んでいきます。包み終えたら、閉じ目を下にして、先ほどのチーズの上に生地を乗せていきます。生地を天板に並べたら、ラップをかけ温かい場所で30分間、一回り大きくなるまで二次発酵していきます。
はい、では二次発酵を終えて生地が一回り大きくなったので、生地の上にさらに少量のミックスチーズを乗せていきます。チーズを乗せたら上からクッキングシートをかぶせ、さらに上から天板で生地を軽く押さえて平らにしていきます。生地を平らにしたら200度で予熱したオーブンで15分焼いていきます。はい、では今こんな感じに焼き上がりました。では焼き上がったらこのままペロッと剥がれるので、少しチーズがくっついてるところは包丁とか調理用バサミで切って天板から離していきます。こんな感じに出来上がってます。えい、はい、ではこんな感じでチーズカリ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 チーズパンの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はリクエストいただきましたカリカリチーズパンを作ってみました。それでは本日はマウントレーニアカフェココアで乾杯。乾杯。くー、ウマントレーニア。じゃあ早速いただきましょう。まだね、焼きたてのうちに早速いただきましょう。いきます。パリジェンヌ、うん、生地の下にミックスチーズを敷いてちょっと高めの温度に焼き上げることで下のチーズが溶けてくっついてパリッパリに仕上がって、生地は天板を乗せて平たく焼くことによってお店にあるようなチーズはパリッパリなんですけど平らな生地の美味しいパンに仕上がります。で、一応ね、両面こっちの面にもチーズを乗せているので、あっさり系のチーズで作りたい人は片面だけチーズにしてもいいですし、両面チーズを乗せることによって両面ともパリッとチーズの美味しさが両面に広がってチーズ好きの方なんかにはすごくおすすめのレシピだと思います。中のチーズフィリングはクリームチーズを使用することで、外側はパリパリで香ばしいチーズの風味なんですけど、中はクリームチーズの濃厚な感じが、外と中のチーズの味がちょっと違う感じで美味しく食べられると思います。で、ちょっと今回は辛子明太子とシソを入れて風味を出しているので、この2つはお好みで入れていただければいいと思うんですけど、明太子のピリッとした感じと大葉の風味がチーズにもよく合って美味しく仕上がります。これからの年末の時期なんかにちょっとね、来客がある時とかにもお酒のおつまみとかにもなると思うので、ちょっと大きめに作ってみんなでカットして食べたりとか、そのままでパクパクつまみながらみんなで集まった時なんかにも美味しく食べられると思います。なんか羽根付き餃子みたいな感覚ですね。でもなんか逆にこう天板で押しつぶさずに丸パンにして、下のチーズだけパリッパリにして上はふわふわのパンみたいな、そういうパンの成形の仕方でも結構美味しくできるかもしれないですね。うん、はい、ということで今日はリクエストいただきましたカリカリチーズパンを作ってみた動画でした。下にチーズをたっぷり敷いて天板で押しつぶして焼くことでチーズの部分が焼けてカリッとなって平たいパンに羽となってすごく美味しいレシピだと思います。お店なんかでも結構私も好きで買ったりするんですけど、フィリングも結構簡単に作れますし、パン生地さえ作れば、あとは焼き方だけ工夫すればすごく簡単に作れるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイチーズ。カリカリとパリパリ基本美味しい。